地獄に落ちた勇者どもは1969年公開のアメリカ手本によるイタリア西ドイツ合作の映画。監督はルキノ・ビスコンティ。副題はリヒャルト・ワーグナーの楽劇、神々の黄昏が各国吹きされている。なお、セリフは英語がオリジナル。イタリア語版、ドイツ語版、フランス語版など各国制作しているが、それらは吹き替え版。 もっとも、脚本はイタリア語で書かれて英訳され、演者本人が母国語版の声を当てている場合もあり、純粋な各国現地吹き替えとは同列には扱えない。ベニスにシス、ルートビヒへと続くドイツ三部作の第一作で、ナチスが台頭した1930年代前半のドイツにおける鉄鋼一族の凋楽をデカダンス調に描いている。原案。 脚本はビスコンティラのオリジナルだが、シェイクスピアのマクベス、トーマスマンのブッテンブローク家の人々からモチーフを得た。マルティンの少女強姦のシーンは、ヒョードルド・ストエフスキーの悪霊におけるスタブ・ローギンの告白からの引用である。また、実在のクルップ製鉄財閥のナチスへの協力と相続人の集分をモチーフにしている。 ナチスが政権を掌握した1933年2月のドイツ。プロイセン貴族で製鉄王のエッセンベック断尺家では一族内の勢力争いで不穏な空気が漂っていた。当主ヨアヒムは1月に政権を発足させたヒトラー首相率いるナチスとの協調路線を選ぼうとしており、そのために反ナチで民主主義者であるヘルベルトを一族が経営する。 製鉄会社から追い出さなくてはならなかった。自身が突撃隊員で幕僚長のレームとも懇意のコンスタンティンはヘルベルトを排除すると同時に一族における自身の影響力を広げようと目論んでいた。製鉄会社の重役であり、ゾフィーの恋人でもあるフリードリヒはエッセンベックの財力を親衛隊の勢力に取り込もうとするアシエンバッハに消しかけられヘルベルトや コンスタンティンラを押しのけてゾフィーと手を組む自分がエッセンベックを支配しようと考えていた。ヨアヒムの誕生日の夜、国会議事堂放火事件が起きる。政府は共産党員が犯人であると発表し、これを機会に共産党への粛清を強化する決断をした。同日、すでにエッセンベックでの居場所を奪われたヘルベルトを逮捕するため、アッシェンバフ派が手配した親衛隊の部隊が、 エッセンベック家に踏み込んできた。その騒ぎの最中、フリードリヒはヘルベルトの拳銃を使い、ヨアヒムを殺害。アッシェンバッハは、親衛隊と刑事警察にヘルベルトをヨアヒム殺害犯として捜査するよう指示を出す。ヨアヒム殺害後にエッセンベックの密談が行われた。コンスタンティンは、ヨアヒムの遺産を引き継ぎ、製鉄会社の筆頭株主となるマルティンを、 お飾りの社長にして自分が実権を握ろうとしていたが、すでに、ゾフィー、フリードリヒ、アッシェンバッハラに懐獣されていたマルティンはフリードリヒを次の社長に指名する。ヨアヒムの葬儀が終わると、エッセンベック家では、勢力争いが本格化。だがそれは、エッセンベック家の内輪もめに収まらなくなっていた。ナチスの紙幣集団から、正規の国防軍への昇格をもくむ、突撃隊は、 エッセンベックの工場で作られる武器を欲しがっており、コンスタンティンがそのために行動していた。一方ヒトラーは将来的に実施するつもりの戦争を念頭に国防軍との連携を重視。その国防軍はすでに人員数だけは自分たちを遥かにしのぐ突撃隊を警戒しており、武器を渡すのを拒んでいた。新英隊員であるアッシェンバッハは国防軍に 有利な方向で取り計らいを進めるが、コンスタンティンは諦めていなかった。ヒトラーが政権を握ったバイマル共和制は、急速にナチスドイツへとその姿を変えてゆく。ギュンターの大学では、文書が行われ、トーマス・マインやヘレン・ケラーの書物が焼かれた。海外逃亡中のヘルベルトからギュンターに手紙が送られてきたことを知った学長は、顔をしかめて、憲悪感をあらわにする。 ドイツ民族はハーケンクロイツの下で統一されつつあった。そんなことはどこ吹く風で、マルティンは平らで、大敗的な生活に浸っている。ヨアヒム最後の誕生会では、バスへのキャバレーに立つ踊り子のような女装をし、卑猥な歌を歌う見せ物で、皆の度肝を抜いてみせた。普段は、昼間から、上フのアパートに転がり込み、何をするわけでもなく過ごしている。ある時、 丈夫と同じアパートにユダヤ人の幼い少女がいるのを知ったマルティンは少女をレープし、これを苦にした少女は間もなく自殺する。地元の警察は証言などからマルティンに容疑を向けた。そこで警察に顔が聞き、エッセンベックの一族でもあるコンスタンティンに相談。これを後期としたコンスタンティンはマルティンを脅迫し、会社の主導検証枠と突撃隊への武器供与。 一気に押し進めようと動き始める。ゾフィーとフリードリヒは窮地に陥る。ゾフィーはアッシェンバッハに相談し、そこで彼は一計を案じる。自分の計画を阻むコンスタンティン、傍聴し続けヒトラー批判を隠すことすらしない、突撃隊、そしてその突撃隊をまとめる、爆僚長レム。彼らを一網打尽にし、脅威と障害物を一気に排除してしまう作戦を、 考えを始めた。そして、1934年6月30日の朝がやってきた。長いナイフの夜の始まりである。ありがとうございます。